昭和59年台風第11号は、1984年8月に発生し、フィリピンに最も大きな被害を出した台風の一つである。進路図1984年8月27日午後3時頃に、グアム島付近で台風11号が発生。9月1日午後3時頃に合同台風警報センターによる解析でカテゴリー4に達した。その後2日に、 フィリピンの民んの音をかすめ、ビサヤ諸島を横断。その後は一旦、トロピカルストームまで勢力が衰えたが、5日午前3時ごろに、南シナ海で再発達し、再びカテゴリー4に達した。台風は、同日に海南島を通過し、6日に中国、河南地方に上陸後、熱帯低気圧へと変わった。この台風はフィリピンに、大雨と強風をもたらし、 同国では近年で4番目に多い1363人の死者を出した。また、中国でも台風によって13人が死亡した。この台風の国際名、アイクは、この台風限りで使用中止となり、自順からはイアンという国際名が使用されることになった。また、この台風のフィリピン名、ニパンも、この台風限りで使用中止となった。ありがとうございます。